リンゴ検疫という言葉を知っていますか？リンゴ検疫とは福山市を中心とした7市2町の地域のことで、通勤通学など市町や県の境を越えたつながりが強いエリアです。全国のトップを切ってスタートしたリンゴ検疫連携中枢都市圏の取り組みは今年で10年目を迎えます。これまでの成果とリンゴ検疫のこれからについて紹介します。子育て支援では市町間の保育所などの広域利用の要件緩和や、病気の子どもを医療機関に付設された保育室で一時保育する病児・病後児保育利用対象地域の拡大、発達が気になる子どもと保護者のための子ども発達支援センターの共同運営など、子育て環境の充実に幅広く取り組んでいます。医療分野では福山市民病院の機能強化や医師の確保、離職中の看護職有資格者への再就職支援など、医療提供体制の強化に取り組んでいます。企業支援では中小企業のデジタル化を支援するリンゴデジタルラボや、事業者と企業希望者を応援する福山ビジネスサポートセンター福ビズの運営など、中小企業の経営基盤強化のための相談支援に取り組んでいます。地域資源を活用した取り組みとしては、ぶどうの生産が盛んなビンゴ県域にちなんだビンゴ県域ワインプロジェクトや、国内最大のデニム産地としての魅力を発信する備中ビンゴジャパンデニムプロジェクト、漁師おすすめの地魚ブランドビンゴフィッシュなど、行政と事業者が連携して県域の地域資源を磨き上げてきました。特区の活用によるワイナリーの開設や、デニム関連事業者による福山モノショップの開店など、民間主体の取り組みへと広がっています。またワークショップや会議などを通して、県域の住民の皆さんと来年度以降の新たな指針となる第3期ビンゴ県域ビジョンの策定を進めています。その他の取り組みや県域市町の秋のお出かけスポットなど、詳しくは電子版広報に掲載しています。広報福山で検索。